ハロウィーワン、どうも、こそかねじょうチャンネル、サブチャンネルです。今回はですね、今日のね、更新でですね、アニバーサリープレイヤー第1弾が来ました。こちらね、無料ガチャが来ておりますので、早速ガチャ引いていきたいと思います。狙いの選手だけね、言っておきたいと思います。僕はですね、一番投票したのはレイエス選手ですね。なので、レイエス選手を僕は狙って、ちょっと引いていきたいと思います。いや、どうだろうね。パワー81な。指名打者で使うのがいいね。やっぱりでも、守備がちょっと、そこまでだから、やっぱり指名打者でちょっと使いたいなってとこですね。レイエス選手欲しい。自チームは竹内選手なんですけど、今、巨人になってるね。竹内選手もまあ欲しいけど、レイエスさんの方が欲しい。鈴木空さんは、球種はなんかね、前高速スクリューついてましたよね。高速スクリューがついてるね、Sランクのね、鈴木空選手を持ってるんですよ確か。だからちょっと悩むとこで、そうそう持ってんだよね。この高速スクリューがね、剥奪されたのはちょっとあれなんですけど、まあ能力的にはね文句はないんですけどね。まあタイピンチもね、タイピン近いか持ってるので、まあ、悪くはないんですけどね。まあ高速スクリューを持ってるので、持ってる鈴木空選手持ってるので、ちょっと狙いはとしては低いかな。山川選手はまあ欲しいけど、もう極め持ってるけどね。まあ断然強いだろうけどね。岡選手も、でも能力いいかもしれん、意外と。悪くないね。持ってない選手、あ、西川選手 A ランクめっちゃあるよ。ぜひ欲しい。もう強いよ。細川選手も欲しい。和田選手は S ランク持ってる、まあ継承できるね。坂本選手も極み持ってるけど、まあ欲しい。あ、オースティンな、日本シリーズで結構ホームラン打ってるよね。クライマックスから日本シリーズかホームラン打ってますよね。怪我しながらも本当によく頑張って試合に出てくれてるので、本当に欲しい。坂倉選手、あ、全道地いける。全道地いけるやん。うわー、どうなんだろう。あ、でもラインドライブか。強いんじゃね。前川右京さん、ラインドライブ。これも強いね。うわー、悩むな。まあ、ちょっと鈴木空選手は狙いを低めにしといて。そうだね、山川選手、坂本選手も優先度的には低めで、1番がレイエス、2番が西川選手、3番が3番目の狙いはオースティンにしようか。3番目オースティン、4番目が細川選手。この4人狙おうかな、とりあえず。ということで、ちょっと長くなりました、引いていきたいと思います。お待たせしました。おいいね。指名候補長谷君、2枚引き演出欲しいね。今1枚最初にキラキラやったから、ちょっと他にも演出もう1個ぐらいやってくれたら2枚引き確定なんですけど、通常の演出もねぜひとも欲しいので。あ、来ないかな。あー、これ1枚だ、これ1枚だわ。あ、カメラパシャパシャ来なかった。子が言うと嬉しい嬉しい嬉しい。通常のやつ持ってんです、ありがとうございます。いや、ちょっと待って、レイエス欲しいわ。レイエス欲しい。あー、ないね。山下しめたも嬉しい。 S ランク持ってるもん、通常あのセレクションの、セレクションだっけな、ちょっと覚えてない。エキサイティングプレイヤーかもしれない、ちょっと覚えてないけど。では、確定切り切れてます。先ほどの狙い4人来てください、お願いします。あー、でも全然悪くない。全道地いけるから、全道地いける坂倉さんで、はい、全然悪くないっす。おー、嬉しい。持ってたっけ、えー、なんか坂倉選手、広島、坂倉、あ、坂倉さんめっちゃではないけど4枚か、4枚やったら多い方やね。超4いけるし、あー、こっちにはいないんだ。この4枚だけか。あと2枚じゃ欲しいですね、ぜひとも。てか S 持ってたっけ、坂倉さん。あ、ちょっと待って
広島版の西川さん持ってるわ広島版の西川さん持ってるわ。じゃああれダメだな。うん、いないね、いないね。はい、じゃあ坂倉さんでよかったね。うん、西川選手持ってるわ広島版で。まあ断然ね今回の方が強いと思うけど。というわけで、イベント累計はホームランダービーサバイバルか、累計はあるのかな、かぶるんじゃね累計だったら。坂倉さん出てどう、あ S ランク契約書か、じゃあ大丈夫だ。うん、じゃあ大丈夫だね。じゃあ今回はイベントではないですね。ということで、結果は坂倉選手でした。ラインドライブでねちょっと強いと思うので、育てたいと思います。ということでチャンネル高評価通知のオンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time.